町村明、市、町村明、市長、村章、高等部アームズは、自治体、市町村を象徴する文章のこと。一般に市町村記よりもデザインが複雑なため、その市町村の風土、歴史、文化などが象徴的に表現され、発展と町づくりの向上のために作成されており、群馬県前橋市長、愛媛県大津市長のように単純な図案があれば、 北海道札幌市にように複雑な図案がある。その市町村を理解する上で市町村記よりも多くの情報を読み取ることができる。市町村名やその市町村の特徴などを抽象化したデザインがある。市町村記にそのまま用いられるし、町村明も多いが、兵庫県三木市や佐賀県卓市などの市町、四季のデザインが異なる事態がある。 昭和時代までは単純かつ簡易的な図形であったが、平成の大学ページに制定された、死、町村明は、ヨーロッパの紋章と同じく複雑かつ繊細かつ、多彩なカラーの彩色豊富なものやや丸を帯びた、デザインが多い。学校、自治体、会社、団体、一族などが血筋を分かち合うことかつ共同体の人格を分かりやすく表現するため、シンボルマークが設けられ、 作成の動機は、郷土の歴史と伝統を継承し、その共同体に対して、興味を持ち、親愛を感じさせることを目的としている。そして、一つにまとめることで誇りあるものを導くために、一つの誇りとして示していることから制定される。例えば、アメリカ人が月面着陸時に、正常期を打ち立てることが挙げられる。封建制度のもとで、 主従関係が確立された地域に分布しており、主に西欧と日本である。その他の地域にもある。紋章の歴史は古く、大化の改新前から存在し、人間が絵や字を書く能力を取得した時から使用されている。しかし、今日の紋章の起こりは11世紀後半の平安時代中期であり、公家の牛車と衣服にその好みの模様を用いたことからである。 古代から人間は絵や字を書く能力を持っており、印を描いていた。強いて言えば、青森県弘前市の師匠は、古代からの人間の能力をもとに作成されていたと考えられる。583年頃から中国大陸に仏教文化が上陸すると同時に仏具を飾る。当時としては見たことがない模様が貴族の目に留まり、それが日本でおける紋章の起源となる。 平安時代になると外国からの文化が入ってきて、主に貴族が自分の好みに応じた紋章を宮中参拝の時などに使用する牛車などに描いて、それを自分が着ている衣装に織り込んでいた。それが家族とその同族の印となり、それから集団のシンボルとして家紋として認可されていった。鎌倉時代は戦闘時に一族を団結することを目的とし、 敵味方を区別するために用いられた。江戸時代までは大名、旗本などの武家と町民は紋章を持っていた。その紋章は糸がはっきりとしており、その時代に的確に捉えられていた。その時には庶民にも紋章が浸透していき、歌舞伎が庶民の娯楽として親しまれていき、役者の衣装の模様、図柄の好みが流行し、 紋章係の門番付けが競われたほどである。安土桃山時代には日本各地に城が立地し、その城ごとに紋章が制定された。明治時代には菊門が1870年から一般人の使用が禁止され、それから不国強兵政策になった時から紋章は神聖なものへと変貌した。1889年4月1日以降に、市政、 町村制が施行されると、近代以前に持っていた紋章の意図が提唱されることはなくなり、姿勢、町村制を施行した頭文字を参考にした安易なものができてきた。大正時代以降は、冠婚葬祭程度しか紋章が一般の前に止まることはなかった。第二次世界大戦後の高度経済成長期、東京オリンピック頃には、人々の暮らしが豊かになり、 産物から人へシフトしたことで特定の象徴を表すように文章の他にシンボルマークが導入され生産者が消費者に向かって働きかけることを目的として作成され大阪府神奈川県ではベーシックデザインの解説書としてマニュアル部が刊行されている平成の大合併以降の紋章は近代から姿勢、町村性を施向した頭文字を参考にしたものがあるが 国際的な観点からか多彩な文章であり、色が指定されている、自治体が存在する。古代から人物に関連する血統、身分、産業、歴史、文化、自然に関連する地理などを象徴的に表現するためにわかりやすく文字で説明する代わりとして用いられている。メリットとしては特定の市町村を理解する上で、文章で多くの情報を読み取ることができ、 感情の中で美的な欲求を満たすことができる。縄文時代の日常生活に使われていた縄文土器は美的な欲求を満たすことの中に入っており、現代の文章作りのきっかけとなっている。平成の大合併以前に制定されてきた文章は、自治体の読みからひらがな、カタカナ、漢字の日本語が大半であり、日本の市町村章では自治体の頭文字が多い。例えば、 赤を氏しは、頭文字、赤をデフォルメしたデザインで色も赤く、また、福岡県福岡市のように、不岡のダジャレで作成した自治体がある。自治体がクライアントとなって、特定の人物や学校に制作を依頼して作成する。自治体によっては契約で作成者に著作権を置かず、自治体の所有とする場合がある。例えば、兵庫県三木市の三木市長。 制作当時は、三木町賞のように特定の人物に依頼して作成。島根県鹿野足郡津和野の町では、道町出身の絵本作家、安野光つまさが制作を手掛けている。また、埼玉県久喜市の旧久喜市賞。制作当時は、久喜町賞は、久喜市立久喜南中学校美術部が作成している。昭和の大合併、平成の大合併。 自治体の創立を記念などの特定の区切りに対して、賞金、商品を引き換えに、コンペティション形式で広く募集される。例えば、広島県江田島市、徳島県三好市にように、平成の大合併により、市政を誕生することを記念として、公募で一般市民が作成者になる自治体があり、特定の自治体にふさわしいデザイン、色の制限、白黒で使用。 グラデーションをしない、著作権侵害を防止するためにオリジナルデザインなどの条件で設定して募集し、選考し、結果が発表されてから雑誌、新聞などの報道機関に発表される。平成の大合併以前に制定されてきた文章は、黒、一色や単色の色彩かつシンプルなデザインが大半であったが、平成の大合併後は多彩な色彩が現れており、青、緑の色を使用。 丸みを帯びた紋章の仕様が多く出た。それをもとに多彩な図形を作成している。中華人民共和国は漢字、ヨーロッパはアルファベットだけの簡易的なものである。それらと比較すると日本の紋章は個性が強い紋章が多くを占めている。平成の大合併後はイニシャルなどの英語を使った文字が現れ、さらに個性が強くなっている。著作権に関する事例で問題が これまで発生している。応募で募集していた紋章が沖縄県名護市にある医療法人流心会のシンボルマークを盗作したことから採用者自らが応募作品を取り下げた。長崎県南松浦郡新上後島町では採用作品が1983年開催の日本文化デザインフォーラムシンボルマークに類似。また、茨城県西茨城郡白里町では 採用作品が岐阜県郡上郡白鳥町、現郡上の紋章と類似し、いずれも自転作品の採用となった事例がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。